えー、こんにちは、吉田さん。まあ、そんなはずはないだろうというふうなね、先入観をね、やっぱ打ち破っていかないと、新しい未来は作れないんじゃないかなといつも思うわけですよね。でも、人ってのはやっぱりね、いや、そんなわけないでしょとかね、いや、それは無理だよ、自分にはできないよ、それ一部の人だけでしょっていうふうになぜかね、自分の希望通りにならないことを肯定する言葉っていうのはたくさん出るんですよね。で、えっ、ー、と、今年に入って、えー、私もね、個別を何回かやることになりましてね、 ちちょこちょここっとおかげさまでねあの、まあ、50代以上に限ってなんですけども私の場合はね50代以上に限って、えー、成績が6月7月とこれ頼んでもないんですけども一応レポートをねその方が出してくれたのがありますんで何人か紹介したいと思うんですが6月の実績これねもうこのまま別に言わなくてもいいかと思ってたんですけども月収50万円これ副業ですよあのサラリーマンとしてのお仕事はあるんですよ皆さん。 もう50代半ばですからねね皆さん、ね、結構なポジションについてるかもしくは間取、ま、は平野まんま50代だというところでその辺はねちょっとコメント差し控えますけどもプラスアルファの収入として50万円を超えた人が6人というねで100万円を超えた人がそのうちのうち2人ということであの思わずボーナスが出ちゃったみたいなねあとは住民税があ値上がりしてると思うんで会社にバレちゃいますよっていうのは申し上げたんですけども、まあ、そもそも副業 OK の会社らしいんで。 もう大手を振ってですね副収入の50万6名の方そのうちの2人2名の方が6月の、まあ、確定入金ベースということでおめでとうございますになりましたねでね FX をされてる方はね7月に200万突破と100万突破っていうのが出てるんですよ今まだ7月って20日になってないでしょだから FX の指導もちゃんと指導された通りにやるとこの結果が出るっていうことがねわかりまして今 FX のそのカリキュラム 受けけててくださっっいるる方が17名いらっしゃるんですけどもそのうちの17名中2人がこの圧倒的な、まあ、月収をものにしているというねそのほかの方も、あのーまあ、地道に実力をつけたりとかいくら勝ちましたとかね来てますけどもトータルでいや「こんなに勝ったの初めてです」みたいなね一人の人は FX の経験があったんですけども今まで散々パラお金を払うだけ払って全然勝てなかったとか言ってましたけどもね で、その地盤があるから今回勝てたのかもしれませんけどね。今まで勝てなかった悔しい。今度こそやるんだみたいな。で、もう一人の方は全然経験なしでスタートされたんですけども、一応専門用語だけ頭に入ってる方で、で、ちょっとトレーニングのコツをね、お伝えして、稼ぎだになったよってことだったんですけどね。だからね、何が言いたいかというと、やっぱりね、学んだ通りにやると、あのー、結果が出やすいってことですよね、きっと。学んだ通りにやったら。で、学んだ通りにやらずに、 自分勝手な方法に酔いしれちゃうと自分勝手な結果が出ちゃうのかなってとこですよねだからどんなことでもそうですけどもその型を守っていいかないとななとと思うわけなんですよあの 100m を速い速度で走ろうと思ってもオリジナルの適当な走り方とか適当なトレーニングじゃやっぱり容量を得ないと思うんですけども、うん、やっぱり、えー、多くの人を育て上げたプレイヤートレーナーかトレーナーとかね それから力学的な科学的なトレーニングをやったりとか、どんな食事をするのかとか、睡眠時間はどのぐらい取るのかみたいなね。そういうのをトータルで見ていって、えー、ストイックにするところと、ちょっとね、あの体に余裕を持たすところとっていうのを組み合わせながらですね。で、今回ね、その私の場合はテーマとしては、1日に12時間本業やってることを込みでお話ししてるんで、あのそんなにむちゃくちゃね、徹夜でやりましょうみたいなプログラムを組んでないんですよね。う 特に FX の方はそんなに時間がかからないんで暗記さえできていればあとはどのようにその暗記したことを使っていくのか場合によっては使わずにいくのか まあ今日なんてのはあのドル円の相場あまり動いてないんで今日エントリーする人は大体マイナスになっちゃいますんでねエントリーをしないことっていうふうな指示を出さなくちゃいけなかったんですけどもまあそういったものとかねもう常に相場が開いていたらやんなくちゃいけないみたいな脅迫観念にかられるからポジポジをなるけどもまあできる時ってあんまりないですよとその代わりトレンドが発生していける時にはポジションをたくさん持って追撃追撃でやるそれをこうやってやることがない時にトレーニングしておきましょうってことだったりねやっぱりこうやり方とか方ってのはあるわけですよね だからネットビジネスなんてすっごくね単純でマウスとキーボードしか使ってないんであの個別の差が出にくいんですよね実はねマウスとキーボードだけなんでそれこそどんな顔をしてるのかどんな声をしてるのかってことそんなに影響しないんで、ね、タイピングをしたいとか YouTube 使ったりとか,なんかブログとかねあの本当になんか同じような道具を使って進んでるわけなんできちんと形通りにやって、うん、で改善を繰り返しながら量をある程度こなすだけで ね、月収の50万とか100万っていうのは別に50代過ぎてもいくんだろうなと思いますよね。で私もね特別なんかねその何億稼がせるみたいなことをそんな派手なことは望んでないわけですよ。本当になんか副収入で毎月5万10万が安定すりゃいいんじゃないのみたいなところでねやってきてまあ30万40万ぐらいはたまにボンと出るで年間でトータルして年間のプラスアルファの年収が100万上がりましたね200万上がりましたねでこれで結構十分ですからね。 月収100万ななんて別なくて別くも年間プラス100万でもだいぶ暮らしは楽になって逆に言うと年間プラス100万ぐらいじゃないと今度税金のこととかねお金の使うバランスとかで身を持ち崩すと思うんでまあ徐々にお金増やした方がいいのかなまあでもその先に年間プラス1000万とかありますからねそんなに遠くないですよね年間プラス100万が出だしたら本当になんかすごくお金を稼ぐ公式っていうのは単純だなと思いながら今回の式という。 タイトルにさせてもらいましたけどね。いってらっしゃい。